はい皆さんこんばんじゃい橋浦ジャパンの神奈川県電動シミナライジング知リアイですやっほい南さん初見 <laughs> 初見昨日もおとともおったやろうごゆっくりどうぞそらち初見ですそらちもう続いてるこれで寝,る寝てください寝てなちくんごゆっくりどうぞ たくさんいるのですが、どなたですかえ誰でもいいよ <laughs>、まあ、そんなのはいいよ別に今日は今日はね、いいのよ誰誰でもいい <laughs> どうなったですかどれでもいい誰でもいいよ音楽はよ開けません開 <laughs> けませんこの画像はリアを探せですかいいえいやなんか今日はレッスン最後だったからさ メイさんとレナさんとジェリアさんが、だから。<coughs> これにした。みずきさん、おはぐじ、おはぐごゆっくりどうぞ。永遠の初めましてね。<laughs> ずっと。ずっとね。知ってる、初めまして、初見ではありません、うん、知ってる。<laughs> 知ってるよ。部屋さん、ぐいゃんこんばんざい。珍しいラジオ。ね、最近ラジオしてなかった気がする。 うん。<laughs> 久々かも、ラジオするの。今日はボケない日うん。今日はボケない日かも <laughs>。あんまりボケてないかも、今日。おいおいおいなゆうさん、そんなにおいおい言わなくても平気だよ。ん <laughs>。なんでや、写メかわせろや。それは嬉しいんだけどさ。あの <laughs>、いや、嬉しいんだけど、嬉しいんですけど、その気持ちは。 嬉しいいんんですけけど、あのー、ごめん開けない今日は開けない今日も開けない <laughs> 今日奪えてなくて今日も開けない別にこの辺見て泣きそうになんかなってないし <laughs> 泣きそうになってるやん <laughs> 今と日曜日行っていいかうんやだえてか何で私だけ家なの <laughs> 謎なんだけどボケないへへ ななどないボケないボケてないんだっていつもボケてないの私は <laughs> ボケてるつもりはないんですよいつもおじさんこまんんかわいい結婚しようじゃあまたじゃあまたごゆっくりどうぞバレたしおはぐじおはぐじ <laughs> ボケない日って言いつつボケるんやろ知ってるっていやだからボケてるわけじゃないの一回も毎日さ けっけさんこんちはーすこんちはーすこういうくーりどうぞーこういうくーりどうぞ手品の一見かだとうーぴえんでもね確かにねこの情勢もあるしねしょうがないよね顔は見えるけど下がモザイクってことは体消えたのなわけなんでなんでよ サラダの配信であふれてきたとかそんなことないしあふれ出てきてんのよそれは <laughs> それはあふれ出てきてんのよそれ自分に言われてもわからんよ勝手に選択されるから確かにねそれはそうああ気づいたからなやんだやまないでそれでちょっと気づいたから <laughs> それでちょっと気づいたからごめんって名前しか見てなかったパルたちのありがとうなんで今日は私の名前なの <laughs> すごい気になるうんやから毎日に <laughs> 困っちゃうな困っちゃうな <laughs> あのぼかしツイートでどれぐらいお預けくらえばいいや <laughs> 確かに <laughs> 確かにそれはそうパルタシフォローありがとう <laughs> なんかいい写真よね,ね思う思う 思うなんかさなんて言葉を出したらいいか分かんないけどさ思う <laughs> 思う思うよ私もなんかだって今日さ一緒にレッスンしとってさやっぱこれだなって思ったもんなんか先週まではさバンザイジャパンとさ先輩方とね <laughs> バンザイジャパン のの先輩方とさあの一緒にやずっとやってきててさあそれが来週からなくなるんだなって考えたらめっちゃ悲しくなってちょっとさ「うえ」ってなったけどなんかやっぱりお披露目が終わってさ一緒にさまあレッスンをねする機会がね、まあ、なくなっちゃうわけですよ。そうアシガルジャパンとねだから なんかねすごい悲しくなったけど悲しくなったけどなんか嬉しかかった今日一緒にできて <laughs> なんか先輩たちと一緒に踊る感覚ってこんなんだったなーって1 <laughs> 週間しか経ってないけどこんなんだったなーって思った。 3人ラストが見れないっていうのが辛いってさっきメンバーの端で言いまくってかまっちゃう <laughs> かまってちゃんしてるまあそうだよねそれはそうだって私もね嫌やだもんって思うやりえのことでと違えちゃうなってふと思ってたけどありがとう <laughs> ありがとうそれはやっぱこれだねトッポトッポですか <laughs> 確かにねえでも私たちからしたら押し付けられてるっていう感覚ないから大丈夫 <laughs> 押し付けられてるって感覚はないから大丈夫私は逆にありがたいなんでかっていうと持ってないから <laughs> 他のメンバー見てくれなかったら消すつもりやったんや <laughs> いや見てたけどね なんで死ななのなんで、ね、え,なんでえ言いやすいから <laughs> 言いやすいからりちゃんどこにいる探して探してそれはやべアバター着替えるの忘れた <laughs> いや別にいいわどっちでもいいよてかさもうちょっと真ん中の言い過ぎないですいや真ん中はねちょっと違うんよわかる違うんよ 昇格するしかねー早く昇格しないとね先輩 <laughs> たちの偉大さを感じたなんか偉大さも感じるし感じるけどなんかそれ以上にあの幸せだなって感じた幸せだなって感じた。 っていう感じかななんかさステージから見とったらさなんか遠い人になっちゃったなって <laughs> これまりさんに言ったんやけどなんか金曜日ステージの遠くから見ててすごい遠い人だなって感じましたって <laughs> すごい悲しくなりましたって <laughs> 言ったらさ いやいやいや一緒に出るやんって言われて <laughs> いやまあ確かにそうですけどそういうことじゃないんですよって言って <laughs> マジできつい次に言ってもメイメイいないとか,か、まあ、そうだよねメイさんとジェリアさんとレナさんいないの考えられないよね私も考えられない そそれイコールうういいわけではない一応見てほしい人が見てる <laughs> それはちょっとドンマイどこどこ探してください <laughs> 卒業する3人の番を待ち間近で見れたあなたは幸運だと思ってねそうだね確かに思うそれは私普通に今今のレッスンにさあの 先輩がね、一人しかついてないんですけど私が入った時はたくさん先輩がいたからいたうんいた状態だったからなんかそのそれもすごいありがたい環境だったなって今思うめっちゃうんそうれなさんとかにも見てもらってたからさすごいすごいなすごい すごい幸せだったなって思うでも短いけど卒業前に会えてよかったなって思ってる、まあ、そうだよね確かに私も思いましたロッカーと一緒に悲しくなってました <laughs> ロッカーと一緒にじゃないのよロッカーと一緒にじゃないのよじゃあ普通に あのとある曲をね合わせてる時に合わせてるというか確認してる時に「寂しかったです」って <laughs> 言ってためっちゃ「し合わせのあ手をたた手をたたって何たたって <laughs> たたって何たたって内藤さんおはぐじお歯ぐじこゆっくりどうぞ こういう,クオリーだうぞいつもそうなんだけど卒業になると惜しめんじゃないのに涙が出てくるよねこの気持ちとょっとかるよわかるわ <laughs> かるわかるめっちゃわかる結構心にくるなまあそうねそれはそう久しぶりなのにラジオ終わってがまごめんねごめんえでも昨日おったやろちょっと入ってきたとこ知ってるんだけど私。 昨日アバターだけおったけどたまにボケ挟んでいかないとりあえず泣いちゃうから <laughs> 泣いてない泣いてないよ泣いてないよてか今日もう泣いた後だし <laughs> もう泣いてるんかーいってねもう泣いてるんかーいってねもうすでに泣いてるからごめんごめ,ごめんだけどごめんだけどもうすでに泣いてるから もうすでに泣いてるからもう泣かないよ今日は今日はもう泣かない泣いたからね真ん中の一番右そうだよ漫画の真ん中の漫画とか言っちった真ん中の一番右だよ泣かない方法泣かない方法は無理だと思う私も泣くもんだって <laughs> 私も泣くもんゆたしおはぐじおはぐじこういうくりどうぞこういうくりどうぞ やばいな外国人が出てきちゃう海外の方が <laughs> 卒業発表後は行くたびに必ずメイさんとチェキ取ってラストライブで締めと朝さからまずけるそうだよね確かにそれはそう <laughs> 昨日配信したの知らなかったあ確かにナチクいなかった <laughs> 気がする 27日行ってたら周りが心配するぐらい号泣せる。多分ね、みんな号泣するから大丈夫。<laughs> 引かない引かない、みんな引かないやん。My pretty princess, really, thank you, Yuki, thank you.Yuki, thank you, go you, coolie, dozo.Go you, coolie, dozo. 合わせなら。 あれ痛い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 よ痛,痛いよ,痛いよ当日一緒に泣こうなんて <laughs> なんだよいや泣くけどね多分泣くけど一緒に一緒にちょっと泣く一緒に泣くでも心の中ではいまだにごきげるを知ってるってううん、うん、大丈夫今日は平気そう次の兄も涙期待しまする もういいよ泣きすぎないよ石川でも泣いてたしなもう泣きすぎないよ私は昨日寝れなくてやめなさだから無音で可愛い顔だけそっと見てたあやっぱそうなのや知ってる <laughs> 知ってたすごいあわ,あわあわだ感じ出せるんだなったね初めはめっちゃ距離あったけど。 そそれはそうちょっとなんか人間見ましたかもしれない <laughs> 今日さ服部さんとさ喋っとってさ「似合いって人間見なかったよね」って言われたもん <laughs> そうなんかもっと今やっとちょっと人間見ましたよねって <laughs> 言われた ごゆくりどうぞそうこういうクーリどうぞだからラプタシお兄ちゃんやラプター3おはぐじこんばんざいこんばんざいこういうクーリどうぞすげえ変わったから今日は泣けるんじゃ <laughs> もういいんだよそんな泣かない泣かないもんきのいたは知ってるよ知ってるよ記憶ないとか言うからちょっと消してみたけど知ってるよいるのは。 全然然泣くようなな話してていのに突然涙出てきたてった,た2か月の2個過ぎたもうそうね確かにそれはそう <laughs> 私もだってあのー、普通にさツイートするだけで泣きそうになるもん <laughs> 勝手に昨日配信見てないことにせんとって <laughs> ごめんってごめんあハゲキング氏だったのねあわあわを出してくれたのありがとね これってリアなこと違います。ね、俺なんで仕事、<laughs> 27仕事なのいや、それはさ、そういう、そういうことだよ。そういうことだったんだよ。<laughs> 昔、八高物語の映画見て、号泣して隣の知らない小学生に芝居されてた人ですが、大丈夫ですかうん多分大丈夫。みんな泣いてるから。みんな泣いてるから大丈夫。 てか27早まったよねいや早まってはなくない早まってはないと思う服部さんって笑われてるそう服部さんに言われたいの泣きそうになったら胸貸すから逆に貸してほしいけどうん貸してあげない <laughs> 手首なら分けてあげる目に焼き付けるねで目に焼き付けるっていうよりかはさあの集中しないといけないよねライブに服部さん内数内数じゃないのよえじゃあロボットロボットじゃないけどね 全然全然ロボットじゃないけどね <laughs> 人間になりたいよ人間になりたいよ <laughs> なりたかった分かるとか言われちゃったし <laughs> 確かに初見の頃は何だこの子って違和感あったから <laughs> そんなにさ人間見なかったね <laughs> みんなみんなそんなにさ私人間見なかったのえちょっと待ってよ <laughs> ちょちょっと待ってよ 俺らの返ジなのに喋っていいかわからないって言のが懐かしいな。<laughs> 確かに。わ <laughs> かんないって言った。AI が賢くなったね。い <laughs> 私の中にさ、AI ないんだけど。<laughs> え、AI って人造人間、ね、人造人間じゃないです。違います。うん。 一昨日も,昨日も今日も泣きました泣きすぎです泣きすぎです今日もってことはもうさこの1時間の間泣いたもんマジかいやでも確かにめいさんさあの配信しとったからめいさんの配信見とったら泣いちゃうかもビケ写真写真じゃないのよ違うのよグシグシッグッやられてみた <laughs> 確かに世間の衣装は苦手だったかもしれない <laughs> やばいやばいごめんってごめんね妹に連れて助けて <laughs> うー甘酒さんおる <laughs> 助けてっていう求め方が甘酒さんなんよはるさんと旬の何かさん初音もありがとうございますごゆっくりどうぞラスト見れないとか寝るんだが <laughs> しな,ないで大丈夫だよ大丈夫 N イの印象なんだろうなんだっけなうーん、変なキャラけど。ててててててれ、あー、確かに、それはやった。<laughs> やりました。私は喋れなかったから、振られたものは全力でやろうと思ってやった。ハのセリブ持って、うん、持ってきて、あのセリブ。持ってこよう。蒸発しないでください。<laughs> しないでやめて。N でち印象。B 型きたー <laughs> 確かにね B 型面おらんかったからねなかったなかった感情なかったマジか壁あったよマジ確かに壁はあったかもしれないうちの人間ね,ねやめて違うんよやめて厚い壁当たって塗り壁塗り壁でねそうマジかマジか <laughs> B 型来たわ けど進行形何回ノンさん何ノンさん。2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。妹ってもしかして AI 人形違います。AI 人形だったらさ、もう少しさ、ダンス上手いと思わん思わん普通に歌もうまいと思わん人形だったら絶対上手いんよ。だって勝手にできるじゃん。合わせてくれるじゃん、きっと。 さっきメイさんの配信聞いて泣きそうだった。あそうでしょだから泣いちゃうよね。自分を見せるの嫌な人だけど、だいぶ素直になったよね。うん。そうだね。<laughs> そうだね。そ,そうだね。そうだねー。り <laughs>、あ、<laughs> 違うのよ。やめて。違うから。うん。 今キングさんこんばん,ざいこんばんざいこういうクールリローゾーえダメなのうんダメでーす普通はいじりがえがある子やなって思ますマロタ例えばライブ昨日は車でジャンピング聞いて今日はメイさんの配信見てないやっぱそうなのや人造人間リやイね違う違う やめて。としおさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。りーちゃん地蔵人間何号なんや？だからさ人間なのよ。人間人間なのよ。知ってる？人間なの？この半年で成長したね。誰から目線いやあのありがとうございます。ありがとうございます。確かにあの成長したかもしれません。<laughs> いや、人形だって訓練しないとかえないのよ。まあ、確かにね。それはそう。で、それはそうだけどさ。だって、人造人間だったらさ、多分あれよ。いじったら、中いじったらいけちゃう。最近はこのアバターもつける。違うのよ。私のアバターじゃないのよ、それ。やめてよ。カイトさんとアイナさん2回目の方もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。リア人形違います。多い,いじゃないのよ。 しょうないけどリアの中に AI ああ確かにね確かにそれはそう AI じゃないけどね <laughs> じゃあセガリジャパンからゆめさんの誕生日メッセーありがとういいえこちらこそ全然よ全然 <laughs> 使ってください <laughs> よかった間に合って <laughs> 間に合ってよかったです いやまだ未だに何か隠してる気がする <laughs> だいぶ隠してないけどねもうジングファイヤー・ボーイんファイヤー・ファイボリアイわかんない <laughs> ファイヤーファーボーイんフフイヤーフフフうん？<laughs> ーーーん <laughs> 読むのフフフフフ ドルゲー出せるとかねさだに頑張っているとは思ったけど頑張り方が違うなと思っ <laughs> 確かにねあの時はねあのなんかよく分かんなかった <laughs> よく分かんなかった何何したらいいか分かんなかったからさでもなんか慣れてきてこんな感じだった感じ今でもいじってますけどねそれはそう の最初の医者もあったからリアルと仲良くなれたのは最近なのかなって思う。あ確かにそれはそう。私もそう思う。<laughs> 私もそう思う。間に合ってもしかして忘れとかったうん、うん、違うすよ配信じゃないよ。あのゆみさんのメッセージね。旅行で帰った。よかったよかったですよ。よかった。よかったわ。 もう最後の方なんかなんだっけ「はい今書いて!」みたいな感じで渡しちゃったけどでも無事届けることができてよかったなんかもう先に疲れすぎてずっと寝落ちしてたおかげでしおりさんの配信逃したうええそれはちょっと悲しいでもりあさんは安定の序事会始です 確かにねなんかね1時間ぐらいやらないと気が済まなくなってきちゃってさ最近。可変連三連ああ英語読めんお英語読めんのだし。<laughs> でだしにジングと最後にリアに変えましたあそういうことそういうことか。 り、まあ、ちゃんらしいところがオーラは好きだけどね <laughs> ありがとうねメイクスメイクスね <laughs> だっていじらなくてもいじってもかわいいでもしゃないや,つ <laughs> やめてで,でも確かにあのー、たくさんの方からいじられるようになったよねこの半年間 <laughs> ここここ ここ2ヶ月ぐらいさなんかいろんな人からさ突っ込まれるようになった気がする <laughs> 突っ込まれるようになった気がするうん <laughs> あの時と今と変わったけどどっちもいいよ本当にありがとうございます <laughs> 責任取らでやったねリアのパフォーマンス族と話せなくて <laughs> はよ会いたいが溢れてる話するうん待ってる <laughs> いやでも金曜合ってるやん そこ、金曜合ってるやん。まださー、1、土、日、月。3日しか経ってないよ。<laughs> 3日しか経ってないよ。う <laughs> はお披露目からパフォーマンスお顔のツッコミのレベルがめっちゃ高く。<laughs> 確かにツッコミのレベルは上がったかもしれない。パフォーマンスとお顔は分かんないけど。 わかんないけどツッコミのレベルは上がったと思う石川の前日のパッキングでひたすらボケてたからだと思うあの日ほぼ一生懸命です <laughs> 確かにちょくちょく見に来てはいたけど確かにめっちゃ絡んだのはあの日かもしれないたまにツッコミたくはない <laughs> ツッコんでツッコんで なった気がする、そうなた気がする、なぜかったことわかんない。<laughs> わかりません。喜ぶんかーい。<laughs> あの片言風の。ののかさんかな。のんのんっての、多分ののかさんだよね、ののかさん、新潟に言い方に似てるんだが。ほ <laughs> ら<った>、た <laughs> 似て、似てる。 似てるって思ったことないけど。似てるって思ったことないけど。今、TKO のネタは。<laughs> ネタはって。ネタネタねえ、ちょっとね。やめとくね。そしたら。ヘチラレになったのは、ワイのせいな。<laughs> いや、そういうことではない。私が普通に、あのー、普通よ。あの、普通に、あのー、あれです。 勝手にボケてるだけ私がなんかボケてるつもりはないんだけどさなんか突っ込まれるそうそんな感じデ <laughs> ートの時間楽しすぎて会えない期間一日でも長いけどこれって恋いかなめっちゃだるいやん我 <laughs> そんなことないよ嬉しいよ私はそうやって言ってくれて <laughs> ありがとねうん <laughs> 仕込んでほしいってあの、なきゃド M かいド M じゃないよ別に M じゃないいじめる方が好き <laughs> タカさん初訪問ありがとうございますごゆっくりどうぞ今動画配信したら目腫れてるんだろうなと思うとニヤニヤが止まらないえ、腫れてないよ全然 <laughs> じゃあ落ちるねごゆっくりへこみます,おやすみ、ね、<laughs> へこまないでおやすみなさいごゆっくりどうぞうん <laughs> 6月の衛星も俺のことこいつが空なんだくらいに俺のこと見てたかも覚えてないけどえでも知ってはいたよ知ってはいたよああの人が空さんなんだと思ってずっと見てたおいおいォ,ォバリスンウこういうクリードウゾウいじられると輝く子ってことや いいことやないかうんうんうんじゃないのよ <laughs> う,んうんじゃないのよ片言はたいなまりですか違います違います <laughs> 次の日が休みの時恒例の外飲みタイムほどされないでくださいねほどじゃない <laughs> 間違えた 何歳だと思ってんのって感じだよね。あの、職質されないように気をつけてください。ゲ <laughs> イのこといじめたい。やだ。やだ。いじめられるの好きじゃない。<laughs> いじめるのが好き。やっぱり、あきら、違います。おじさんはいじられる方が好きです。違がいますね。いじられる方が好きなの私はいじられるのあんま得意じゃないよ。別に、いじられてるって、あの、 思ってないけど。って感じ。お嬢様がヒールで踏んでくれるらしいです。踏んだろうかそしたら。<laughs> やった、受け入れられた。いや、でも全然、全然、全然いいよ。嬉しいよ、私は。<laughs> これも時間やから寝るよ。それで、ね、頼んだって勝手に帰れるけど。んーだー勝手にごゆっくりどうぞ。<laughs> だーだーとか言ってた。勝手にごゆっくりどうぞ。 いじめる方が好き。ふう目覚ましに使うね。絶対にさ、絶対に目覚ましにならなくないなるそれ。いじめる方が好き。ふうふうで目覚ましになるいらないやろ。いじめるのが好きなんじゃないよね。うん、そうね。いじめる方が得意かもしれない。うん。5番近いからって。 ドキドキすんなって歩道って間違えたの間違えたのうんレさんを守りたくなる兄やからああありがとう守ってそしたら守ってどうせどうせさん独身どせだよ別に何も言ってないごめんって間違えただけだから好きじゃないのとかのい 方がやつとめっちゃそっくり <laughs> 本当に似たような言い方するあそうなんや全然全然あ結局調べてないや <laughs> 結局調べてないや調べてないけど全然知らないからなそうなんだ <laughs> で本当に楽しい時間を届けてくれるからいつも嬉しいありがとうこちらこそ会社に来てくれてありがとうねうん いつもいじめてたからマロ <laughs> たタそりゃいじめたくなるわ <laughs> いじめたらいじめかしてあげるね <laughs> に行こうじゃないのようーんまあでもしょうがないよね <laughs> しょうがないよねいじめられたらいじめかしてあげるねはしょうがないねこマさんはざみを抱きしめたいと言ってたけど手に抱きしめられるのはいつかないつにしようかないつにしようかな まあいつでもいいけどね。抱きしめて、欲しいときに抱きしめてあげる。あ言わせただけも今日でだがら、はーいなん <laughs> で濁ってるの <laughs> じゃあ、ありがとう。またね。おそういえば、水分しっかりとった。うん、ありがとう。目の前にお水あるから大丈夫よ。りゃさんの守っては掘れる。もう掘れるけど。<laughs> 守って守ってうん。<laughs> あとでリツイートして,てあげる。寝てなければ。やったーじゃあ、見よう。あとで。5kg の米、炊きしめて、寝るリフ。神宮寺りあさんたち、絶対いらない。<laughs> 送ったとして事務所に取りに行けるのか。いけるよいけるいける。いけるよ。全然行くよ。配信に限らず会ったときも。本当にありがとうね。楽しいって思ってくれて嬉しいわ。しがはありますかまあ、そうね。むぎゅむぎゅー 納得してるしそうだよ納得しちゃうよ <laughs> しょうがないじゃんだって絵の編集は遠慮なくいじられるから楽しいだよね娘にはこんなことできないうわうわそういうこと言っちゃう <laughs> そういうこと言っちゃう抱きしめてくれるの全然いいよいつでも抱きしめてあげる僕オラフギュッと抱きしめて まだいるんかい思っ思たよ <laughs> 自分で言わないで <laughs> 自分で言わないでもろで5キロおぜでいけるよ全然ってすげえいやだってさあのバリトンサックス知ってますか <laughs> 知ってますか皆さんバリトンサックスってとてもね重い楽器なんですけど私はそれをね普通にあの素手じゃないなあの手で手で持って帰って。 来た人だからそう手で持って帰ってきた人だから多分大丈夫です <laughs> ですっていう感じ僕は米担いで持って帰るけど毎回ヒヒです <laughs> まあそれはねそう まだちょっと緊張してるとこも割と好きでニコニコし笑,笑った。確かに確かに緊張してる。緊張してる。<laughs> マリちゃん冗談弱そうだからやめとこう。うんやめといた方がいいと思う。正直者なので。全力で押してくれることを約束してください。全然しますよ。 <laughs> ごめん知らんすぐ破壊しない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 よバリバリサックス違いますバリトンねバリトンサックスねミーサーさん初問ありがとうございますごゆっくりどうぞなんちゃらサックスクロワッサンなら知ってるのそ,うそれは食べ物なんよ食べ物なんよクロワッサンはバリトンサックスすで破壊するのしないわしないよ うん半分ぐらいかも半分半分ぐらいうん半分ぐらいそう半分ぐらいの大きさ私のそれをあの普通にあの片手で持って帰ってきてたから 持って帰ってきてたから多分大丈夫5キロぐらいはする <laughs> って言ったのでかなさんに伝えておきますどうぞ勝手に <laughs> 協力できるところはしますよもちろん朝のバイト早めに指するとゴミとにらめっこがしない <laughs> 確かにそれはそうヤバトンマックスヤバヤバトンは知ってるあれだよね あの名古屋に、名古屋というか愛知県にある味噌カツ屋さんだよね。マックスは分かんない。麺はバリカタ派だよ。バリカタか、私普通ぐらいでいいや。まあ、ちなみに私の父はヤバヤバのじゃないと食べれないけどね。女学部でチューバやったけど演奏会で顔見えなかった。そうそうそう、チューバは見えないんよね。<coughs> レえちゃんの半分の半分ぐらいではそんなそんなんじゃない本当に本当に半分ぐらい身長バリットサックス鳴らしたらりえが全なわけ出てくるわけなくないなぜ片手いやだってさ片手だって両手で持てないんだもん歩けないから。 だから片手で持って歩きますヤバトウメねね美味しいよ、ね、私もさあの1月の名古屋の遠征に行かせていただいたときに帰りのあのなんだっけあそこ帰りのサービスエリアで食べた美味しかったお父さんも整備本気お父さんはもう寝たから大丈夫 <laughs> 面でお父さん登場したの。確かに。出しちゃった。ハッピー。ハッピー。わあ、びっくりした。割とさ、片付け好きはさ、ついてるや、いや、私のは付いてなかったんですよ。 そうついいてないやつだったのだからゴロゴロすることができなかった今度会った時に話したいこともできた知り合い派手したのって今エモくなって今 <laughs> 今なのそんな今 <laughs> ってか何でいつもリュック作間違ったの使用方法ないや違うよあれはんみんなにも言われるけどさあの普通にしてる時は前にかけてるわけじゃないよ私。 前掛けにしてるのはあのー、あれよ前掛けにしてるのはあの電車の中とかだけですよ <laughs> どんどん静岡おでん食べるために愛知と静岡行きたいえー、いいな きたい,いさんそえっさせれば DM 見てくれうん見た見た,見た見たよ見た見た言っていいのか分かんないけど言って言っていいのか分かんないけど見たよあご出ししかし今日 セ増えてきましたまあそうねそれはそうしゃあないよね顎出し取れるから戦かね違う違うもんやめてよバ,バブちゃんじゃないんだから前かっけで赤ちゃんなのかちゅごいでちゅね <laughs> 違うわやめてくれよ <laughs> 違うわ、まあ、僕が行く頃に落ち着いてるはずだいやわかんないよ わかんないよそう急に風邪と時あるじゃん共有するなんて。<laughs> まあ確かにね思うけどいや自分は自分自身で思わないけどさでもなんか今日ちょっと思ったのはあのライブフォーメーションとかちゃんと覚えられるようになったなって思ったレッスン見てて受けてて受けてててかその月曜日のレッスンって あのライブの確認することが多いのよ。そうでねその30日と31日はマシガルジャパンから4人30日は4人31日は3人出ることになってるんだけどその時にポジションの確認、まあ、シンポジがあったら、まあ、確認していくわけじゃない。 それになんか私以外の2人はなんか新しいところを確認しなきゃいけなかったから <coughs> 入ってやってたけどなんかうわーってなっててなたのね。それを見てあそんな時期あったなーと思いながらそ,そんな時期あったなーって思いながらでもだいぶ覚えられるようになったんだなーってちょっと 思った <laughs> 手分げを借りてきてる、借りてる部屋から初めてりーちゃんと撮った席開始してきた。お <laughs> やったね。か <laughs> それはわかんないけど。閉じ <laughs> し,した姿かわいいでしょ。<laughs> うん、かわいかった。可愛かった。ひょこってしとってかわいかったよ。16時間ダイエットで1週間でさっきのやつたから、<laughs> すごいじゃん偉い <laughs> !16 時間ダイエット。 意外と効果あるよね、うん、偉いわ <laughs> 俺長いねかわいいと思ってしまったね。うんかわいかった <laughs> やめてくれよバブグージバ <laughs> ブグージじゃない今年買がえったペットボトルやリアの命違います違います,います <laughs> ジグジリアイはたまに赤ちゃんになります赤ちゃんじゃないもん 赤ちゃんじゃないもんフその調子で会場の名前も覚えてくれん。会場の名前は覚えられないのよ。英語読めんから。それが問題。工場の近くはシンポジです。笑った。笑った。シンポジです、ないね。 テレスの光景は見れてないけどステージを見てそう感じるときあるから成長を感じてるのよ。<laughs> まあ確かにね一番最初のさお披露目を見とったら確かに成長したかもって思うかもしれないよねえ。でも普通に服部さんに今日褒めてもらった。てかなんか運営人とあのなんだっけ <laughs> メンバー先輩方がなんかそう言ってたらしい私は知らないけどね <laughs> 私はあの出てた身なんで知らないですけどお披露目の時になんかそういう話になったらしいっていうのは聞いたなんか一番成長を感じられてよかったなって「リア歌えるやん」って言われた <laughs>。 <laughs> いつも歌えないのに「歌えるやん」って言われちゃった確かにねいつも歌ってないからなと思いながら<笑><笑>見た時オートなったまあそうだよね私も思うわ見つけたら十二月によの動画明日見 <laughs> マジで本当にやばいから <laughs> やばやばいから それは何より本当に時ん16時間寝たけど痩せてますそれは痩せない <laughs> でき赤ちゃんだから赤ちゃんじゃないんだってでがちゃんになるとうるさくなりましたから赤ちゃんじゃないんだってばたまには事実やる <laughs> 事実かもしれないけどうん <laughs> やばいちょっとさ寝てた寝ていいんだよ 寝寝てていいんだよソチ寝ていいんんだだよよあ、でも葵さんの配信まだかなまだ終わってないかなじゃあまだ寝ちゃダメだ <laughs> あといさんちょっと休めてるのかな分かんない私も心配になるア <laughs> <laughs> イラメステージの月は小さく見せようとしいたのが懐かしい <laughs> うん嫌だったからね目立つさ こに入れてもらってたけど <laughs> もらってたけど <laughs> もらってたけどって感じだった <laughs> 目立つ場所に入れてもらってたけどあの、嫌だった嫌 <laughs> だった今もそんな得意じゃないけどね <laughs> ジャパンはかとかあそうなんだそうなのね今日の終わり真剣 ーすぎてキャラに合わないから忘れてね成長が出るの <laughs> ありがとういいよ別にキャラキャラとかそう思ってないから<笑><笑>思ってないから大丈夫ようん <laughs> 実はバダージャパンも数ん見てない関わってないのあそうなんだそうなのね初めて知った <laughs> 寝るおやすみシップさんおやすみなさい 西松屋宮司長い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 ,長いんよそれはよし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 でさあミルクあげるのやめてもらっていい <laughs> うん一応始まってそうだよねじゃあ寝ちゃダメだまだ起きろらち <laughs> あれ葵ちゃんまバターあるのありますよそうだよあの多分ねあれだと思うマカロンお姉さん マカ,ロンマカロンお姉さんになった時に作ったやつじゃないかなあ、わかんないけど。違かったらごめんなさいって感じ。うん。それとそら、ソラさんの見て知った。あー確かにね。まだ足軽、新しい足軽ジャパンの子見てない。それはそう。でも27来るんでしょ ?27 来るんやろ そしたら見れるよ大丈夫えみんなさ27日一番最初の曲と一番最後の曲覚えといてね <laughs> 覚えといてねボソそ, <laughs> そうですあそうだよねおじさんのアバター 初対面で配信とか来てるって言われてあまりいないといつ配信このい笑ったおやすみおやすみじゃないのよマクロあよかったマカロンお姉さんの時のだよね赤ちゃん本ンぽグねえやだ赤ちゃん本ンぽグーチダサい好きな子の配信の時間になるとその子のこと真剣に考えてつい真面目なこと言っちゃう <laughs> かわいい <laughs> かわいい。ベビーザラス。<laughs> ベビーザラスグーチーじゃないのや。やめてよ。行 <laughs> くよ、見れるの。カーホー。カーホーって何カーホーって。カ <laughs> ーほーって何 <laughs> 私は美行欄考えている。<laughs> 早くない <laughs> 早くない 覚えておいてねって足軽ジャパンの時それともバンダージャパン両方ですうん <laughs> 両方です足軽ジャパンの曲の一番最初とバンダージャパンの一番最後の曲マジ、MM、エモエモだよエモ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 の曲って感じ頼むから足軽ライブでエモい曲来て泣かせないでほしい 泣かせないで泣,か泣かないと思う大丈夫泣かないと思う変なアバターにしてるとめっちゃ怒られるでわ私のアバターじゃないのあれ <laughs> やめてよみんな私のアバターじゃないのよ <laughs> ベビーグージベビーグージって言わないでああリアヤーバーは存在感ありすぎますからねだから違うのよ 私のアバターじゃないんだっては。は両方はい。そう。両方です。可愛いの言葉で恥ずかしすぎて、例の言葉でしたくい。<laughs> 投げならやめてやめてパンチしないで。手に足がジャパンで音ですね。うん、それはどうだろう？<laughs> うん、それはどうだろう？最初の曲と。最後の曲2曲で終わるってことうん。そういうことじゃない？<laughs> そういうことじゃないんだな。 まあ、聞けば分かりますってか見たら分かるからうん見たら分かるからみんな見てくださいとりあえず27日 <laughs> 27日見てくださいとりあえず気になった人はうん気になったら見に来てくださいそう夏だからねいやでも今のメンバーで温度やってねえやん温度やったんじゃない だってしおりさんのあのジャック・オブ・トーの時に温度やったよ A のアバターになったと知らんかった <laughs> なってないのよ別に私のアバターじゃないそろそろ認めていいんじゃない認めていいんじゃないじゃないの違うから認めます中年、ね、だって別に何も言ってない <laughs> そういえば全然前前回の特典ヤクオは書き忘れたけど服さん僕だと分かった分かんないどうだろう <laughs> 分かんないですどうなんだろうか今度きたら最低で飛ぶのがあろ <laughs> 新しい子見れんのかうんでへでへじゃないのよな飛んで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 バンザイって何 <laughs> あっち向いてバンザイこっち向いてバンザイそっち向いてバンザイちょいな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  えええ,えとはフロント7は関係ないんだフロントさんは分かんないです私本当に関与してないから分かんない分かんないっていうのが正解バデージャパン側に出るのって二人だけ他の子もうん、うん、私とほのかさんだけが出させていただくだよだよ 出させていただくんだよ本当に良かった最後一緒に出れることになってこれで出れなかったらマジでねマジ一生の後悔だよ <laughs> 一生の後悔あれかしなりゆこさん関わったらしい、ね、へえ、そうなんだ へえへえっていうやつ欲しい。<laughs> てへえじゃないんだよ。はい <laughs> はて、い。てへってへってへ,って,へってへペロ。てへえ。あ <laughs> れはいけないからもうすでに一生の後悔でも確かにね。確かにそれはそうかもしれない。 <laughs> あーラーメンと唐揚げといろいろ食べたい <laughs> 食べたらええそしたら <laughs> 食べたらいいよ <laughs> 僕も全ピンなのでいけませんとにかく会える日を夢見て頑張ります白目白目向かないで戻ってきて戻ってきてだから音楽を頑張ります待ってますお待ちしておりますね そうかもう見れないのだなそうだよそうだよ <laughs> みいさんいなくなると武闘派がさささんしかいなくなるからリりあいチャンスやで別に武闘派じゃないのよ武闘派じゃないのよ武闘派じゃないのよ私は全然なのよタイキックをやってたわけタイ,タイキックじゃないわそういう感じじゃないから 征民やってるとやってる以上そういう大事なライブに行けないのは覚悟してるまあ、そうだよね確かに平日だとさやっぱねお休み取ってこなきゃいけないとかさやっぱあるからねしかもその月によってさお金が違かったりすると大変やもんね 思うのでしゃなしだよねてかさ27番台ジャパン取ったあと足取りジャパン取りに行けないんだねえそんなことあるそんなことある多分大丈夫だと思うけどそんなことなくない取りに行けないとかある多分大丈夫 高橋は派あそうなのたかしそうなのかあの子ぶと派なん初知りなんだがいける日なのにゼニピンがあるまあそうね確かにそれはそううん <laughs> 黒虎エビさん初訪問ありがとうございますごゆっくりどうぞとはじゃなくて早くするタイプですねわかります違うのよやめてよ <laughs> とにかく音楽やるんだよねうんやるやるやりますよ え、つい、そんなこと書いてなかった。え、違う違う、それじゃなくて、それは囲みの話。囲み写メとか囲みチェキを撮るときに、えっ、ー、と、メンバーを集めるのが多分大変なので、<laughs> バンダジャパンと足軽ジャパン、別でしか撮れないよっていうことだと思う。あのー、一緒に、 一緒に撮れないいよっていうことだわとかるわ <laughs> かる言ってることわかるかなあのバザジャパンの中に足軽ジャパンがいない状態だよっていうことだと思うなんて説明したらいいなんかどうやって説明うまく説明ができないなまあとりあえず別なんです囲みは囲みは別自分その何足軽ジャパンの特典のこと取ることはできる <laughs> まだちゃんと気遣いできるしまともと思っていたがたまにおかしいから面白いわね <laughs> わろた <coughs> 確かにそうかもしれない <laughs> ごゆっくりどうぞごゆっくりどうぞマリさん正解 <laughs> 正解じゃない囲みそう囲み,囲みの話囲みずにそうです リエちゃんの3人の囲みって取れますか ?3 人の囲みとは私3人は無理じゃない私の、私の、わ、私の3人の囲みは無理じゃないかなん私の3人の囲みあの、私が3人は無理だよ、さすがに。<laughs> ピコーラに目指定すれば。あ、確かに、それはいけるかも。リエいと、 イさんは取れるるのかあ、オンラインラならいけると思う全然うん <laughs> えーと安原さ,さんの通詞はあそうそうそう1枚ずつ買ってくれればできますああなら行くか <laughs> じゃあ待ってるね「柏木ジパンのブーパーが長いけ何とかして何とかして」なんとかしてって言われても困っちゃう。 例えば最善の指定ってことでしょあ、まあなんかそんな感じだと思うあの全員全員入った状態ではなく和田ジャパンと足軽ジャパンどっちかの囲みしか取れないっていう感じかなっていう感じいえじゃあ3人に分離しにできないできないんだなしたいけどねできたらね できたらしたいんだけど、ちょっとできないかな、ごめんね。ちょっとできないかな、ごめんね、って感じです。僕でよければありがちになります。ならないでもろて、あすけちさん。ならないでもろて。う <laughs> ん。<laughs> 実は、僕もリじゃなのであったらシャメですね <laughs>。そういう問題じゃないのよ。怒られに行くか、そういう問題じゃないのよ。やめてよ。<laughs> 167センチに。 なったので代わりになれるかなうんうんなれないしならなくていいよ百七十一なのでていちゃんにはなれませんならなくていいんだなそれは眠い寝るよごゆっくりどうぞおーありがとうねおやすみなさいごゆっくりどうぞ <laughs> やっとたのものになったねついてこいよと言われる <laughs> 言ってほしいんかぼよみで言ってあげようかやっとあたいのものになったねついてこいよって <laughs> ついてこいよ。<laughs> やっと与えのものになったね。ついてこいよ。よし。<laughs> ってなるけど、言ってほしいんか？<laughs> いや三人は配信ツッコミだらけですよ。そうだよ。うるさいよきっと三人持ったらボケる暇ない。いや本当に <laughs> ボケたらすぐ帰ってくるからね。秒で帰ってくるよ。きっと。 僕は中年ボケてます <laughs> 中年じゃなかった <laughs> 中年じゃなかった間違えた年中ボケてます確かにねそれはそう <laughs> リピートするってことは言いたいんだよね言いたいんだよねいや別にだって忘れるもんきっと。<laughs> アニバナボッケるような年じゃないだろうあありがとうおじさん <laughs> なんか今日は助け合ってる今日,今日はとか言っちゃいけないけど <laughs> 今日今日,今日は助け合ってる <laughs> 中年冒険冒険 <laughs> ねえ間違えたのやめたやめてやまたじゃなくやめて やめてください。なんでまともなコメするんだよ。笑うた。ありちゃが忘れるってことうん、そう。私がね。私が多分忘れちゃうから、意味ないんよ。ありがとう。しておえー、おえーじゃないのよ。おえーじゃないし、防ええでもないのよ。やめて。やめてもろていい ポエ,エーじゃないの履かないでもろてそれはそうなのそうなの忘れちゃうからさそういつも忘れてしまう忘れたくないんだけどね忘れちゃう忘れたくないのに忘れちゃうんだよ神宮寺はほんとにやめたいでも変なところを覚えてそう 意味わかんないよね意味わからんぐらいなんかさ変なとこでねやってしまうからちょっとちょっとよくわかんないって感じちょっとしんぐりよくわかんないなーってなっちゃうまあでもとりあえず27は絶対に遊びに行きたいください <laughs> 明日に割合の配信来てたことも忘れてしまってまた初見っていうのか <laughs> うんいいんじゃない <laughs> いいんじゃない初見初見だったら初見でまた初見嘘ついてくなっていう話をしたするだけだから今月は久しぶりにチキと飲むかシャメか迷うね迷うね え、でも動画頼むんじゃないの動画頼むんじゃないのあ、それとはまた別にってことわかんないけど。やはり危険人物な。危険じゃないもん。音楽の服装次第だな。音楽って言っても、あれだよ。27は音楽じゃないけどね。あ、来月か。来月の話か。来月でした。さじゃ 焼酎飲,、ねね、飲んだことないけど。<laughs> あ、コスプレたくさん奪ったらしいな。奪ってないわ。やめてよ。芋ストレートとかやめてよ。飲まないから。<laughs> 初見で。あれ <laughs> あれあれ <laughs> あれ <laughs> もう、もう一日経った <laughs> 魔法、魔法うめよ。<laughs> 魔法うめよじゃないの。 カノカカノカって何いやそれ今月間違えた米笑い間違えたごめんね何回頼んだ動画見返しても可愛いんだよ <laughs> ありがとうまったくけまったくけ <laughs>、ね、けって何まったくけって何あごめんねボケてた確信犯って書いてる時点であかんのよ <laughs> おもろいよね空ちって普通に <laughs> 普通になんか毎回おもろいなと思って見とる <laughs> どこがえなんかボケ方がボケ <laughs> 方がボケ方が好き。 <laughs> ボケ方が好きタクシー犯タクシー犯じゃないのタクシー犯はちょっとさあれなんだセゴンに言いたい言葉恥ずかしくなってて何言ってるか分からんけど分からんけど <laughs> それは2人の内緒の言葉だからダメよ このはマ央の一杯の一杯のうんお金でカエルに入れてる人。へえ、そうなんや。ああ、なんて読むんだろうか。初音門さんありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。取る特用ボトル <laughs>。特用ボトルってなんだよ。わかんねえよ。初めて言われたわ。 うん、初めて言ったもんだって <laughs> 初めて言ったもんそゃそうだよ <laughs> それそうだよだって初めて言ったもんよいしょあれか五郎丸的なじゃ大五郎大五郎大五郎誰 <laughs> 誰 ダメなのはいそうだよダメだよ <laughs> ダメだよ私とねよしさんの秘密だからね秘密だからねねえつぼ買って動画は割とマジで頼もうか迷うとこえどん別に動画じゃなくてもいいんじゃないボイメとかでもいいんじゃない だからボトル的なあーそうなんやそうなのね <laughs> お酒のまんからわかんないけどえだけじゃなくて他の人にも言われたことない結構ボケてるけど私のツボにはまってるだけかもしれない <laughs> 意外と私のツボ。 ゴローマルって誰よ新しい男か <laughs> 間違えたの大五郎、大五郎だっけなんだっけ大五郎かなんだかわかんないけどさ、どんなやつか知らんけどさ、それを間違えてゴローマルって読んじゃっただけです。ゴロ丸マル。いましたよねラグビー選手にゴロ丸マルって。ゴロマルさんっておっしゃって、いたよね。ゴロ丸マルに知ったわ。<laughs> 嫉妬ラバーじゃないの別にやまなくていいのよやめてよねえズボカッの素材早くアクリやめてよ悪用しないで他の子見言葉がえそんなこと言ってないよ やめてそうやって盛るのそうやって盛る盛るのやめてもるキャーキャー」じゃないのよ。でつぼかって落書き者ゃべつぼかって落書き者名 <laughs> 間違えた落書き者名はさ多分わかん伝わんなくない <laughs> 私のつぼ買いますつ <laughs> ぼ買いますじゃないのよ <laughs> でも知ってる褒めた途端にめっちゃつまらなくなる <laughs> わろた。 じゃあ。じゃあ、ほ、褒めない方がいいんだね。<laughs> 私の前では褒めない方がいい。最 <laughs> 近はもちもれがおすすめです。ゆうきさんがおすすめらしい。<laughs> あ、すいません。盛るのは俺の腹だけに。<laughs> 別に何も言ってないけど <laughs>。別に何も言ってないけど <laughs>。<laughs> 家の,の時だけ壺横に置いておこう絶対にいらないだって毎回持ってきてさもう一回持って帰ってさまた持ってこなきゃいけないわけでしょ絶対面倒いって無理無理無理だよ無理無理グロムルはもう押してません押しだったんだ初知りなんだが押しなのね押しこんばんざざいこんばんいはさ あれ聞けないとか言ってなかったっけ昨日あなた聞けるようになったのいいの寝なくてわかんないけど平気受付のところに120万って書いた小さめの壺を置いてみな、ね、い <laughs> 買う人おらんやろおるかなその壺はその場で割って200万請求するんだよわろ <laughs> たん 万請求する誰に誰に請求するの誰に誰に請求するで<ー> <coughs> あなたが寝てる間に寝てる間に配信終わるとこだった。<laughs> 配信終わるとこだった。私はまだ寝ていないからね。 ひでちさん、何やってんのってことだよね。ガサガサね。ガサガサ何をしているか秘密です。秘密です。デッチさん、初音さんありがとうございます。三塚は三塚さん、初音さんありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。いた。鳥 <laughs> さんは怖いからとりあえずあべこ。 た手組んで指のポーズにボール合わせて7歩下がってボール触るボール蹴るなん蹴るなんて一度しかま似した <laughs> 確かにそんなことしないよね普通ねロモバのバリア切れまであと30分目も <laughs> すなここに目も <laughs> すないいけどね使って勝手に。 腹減ったううん減ってない食べたもん <laughs> 少しでも配信来れてよかったよかったそれはよかったよ小さめのつぼ買って常に持ち歩いてほして <laughs> やだーやだよー チュッキーさん二回目の訪問ありがとうございますその前のやつ読めなくてごめんなさいミニーさんのバタお気に入りです私のバタじゃないけどね弁当であるツボ的なのあったよねうんあるあの駅弁で <laughs> 駅弁でありますよいやワイのバリアうんでしょうね私のバリアは切れないもんだってやってないし 白燃やしたいけない <laughs> 燃やさないでくださいやめてくださいやべ警察お,おいやべやべ <laughs> 釜ならあったな釜もあったね確かに黒猫さん初訪問ありがとうございますごゆっくりどうぞ2のじゃがりこバッター持ってこいと <laughs> 何も言ってないけど <laughs> 持ってきてくれたらそれはそれで嬉しい <laughs> 大丈夫っぽいなよかったそれは <laughs> それはよかったわそれじゃ100均100均でつバ <laughs> 買ってリアイに売りつけるからリアイはそれを <laughs> 120万円で売ってみてそれはさ捕まんない転売でしょ要するに <laughs> ダメでしょクマ飯好きだった気がする <laughs> 好きだった気がするとは わかんんないんだけど三日月さん2回目の訪問ありがとうございますごゆっくりどうぞルックチラクザでツボ販売販売しちゃうやらないけどねレンの粘土細工、うん、無理 <laughs> 画伯だから変なの生まれちゃうよ変なの生まれちゃう僕かもじゃありません <laughs> 何も思ってません私は <laughs> はい、持ってきます。ありがとうございます。<laughs> いただきます。藤木さん、ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。ハンディさんって読むのかな初訪問さん、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。手前ではないから、捕まらないよ。単なる詐欺だよ。詐欺で捕まるやん、そしたら。<laughs> やべ、パトカー通りすぎた。<laughs> バロタ <laughs>。ジグイさんのアバター。 からもらえますだから私のアバターじゃないんだってば違うんだってばうんいやつばに120万円のお貸つければいいの、ね、よ <laughs> つけられるかな無理かな単なるほぼほぼ一般人みたいなさ人だけどほぼほぼ一般人の神宮寺のやつに120万円のお貸つけられないな多分。 NS さんの乱磁間違えて大量に買いすぎたので1枚にしていたます <laughs> それはあの原価で売ってあげてくださいそしたらンチキとか一生買えない <laughs> 確かにワンマンに行かないとねワンマンとかチャックとか葵さんの配信始まったら起こして起こしてわ <laughs> かんないよ私いつ始まるかワンマンも全般もワンマンじゃなくてもだけどね ワンマン、ワンマンでは、ワンマンじゃなくてもジャックだったら。っていう感じ。あ詐欺でも大もけしたい5億、5億は。取りすぎー。<laughs> あくびしちゃったごめん。のりさん2回目の訪問。堀内さん初訪問。ブル、なんて読むんだろう。一番星さん、初訪問。爆信号さん2回目の訪問。 もいもいさん、初もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。のりさん、ありがとうございます。タイの、首都ってとこ、バンコクです。長い名前は、あの、自分で調べてください。バンコクです。バンコクが首都です。まあ、乱赤よりご本人、本人を目にしたい。ありがとう。帰れ、俺。帰れ、俺。 そうだね、そろそろ家に帰った方がいいねランチきはほんとによくない1枚も買うつもりなかったに石川で5枚も買っちゃう。<laughs> 買っちゃうよねわかるランチみやびさん11月の流星群さんホレデスマンさん,そうもんありがとうございますごゆっくりどうぞ。 1>, ガリコ1本だけ渡すね1本だけじゃ困っちゃう <laughs> だったらねあの渡さない方がいいよ多分 <laughs> お金言うよったから買い占める <laughs> 確かに買っちゃうよね分かるヒメさん2回目の訪問ありがとうございますごゆっくりどうぞくんであーそう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 めっちゃ長いんです言ったやーとかねもうほんに長いんで バンコクです首を逆してエンタワーアキバー空き場でリリーブしてください嫌ですそろそろ歩きますあ歩いてくださいさすがやね,やね <laughs> それぐらいはわかりますよ <laughs> それぐらいはね <laughs> もう昔に買ったので一枚でいいですいいんかい カムさん2回目の訪問カラスのカーコさん初訪問赤ひろさん2回目の訪問コウキさん初訪問ありがとうございますごゆっくりどうぞ困るわがままやな何か欲しいの何個欲しいの何個欲しいの,しいのあればある分だけ欲しいですけどあのそんなにいっぱいはいらないです <laughs> 加藤みんなかみおしさん どうもありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。二回目の訪問ですね。すみません。この時期とかどうって言われて、気づいたらわかんなくなります。<laughs> 気づいたらね。気づいたらね。財布柄いなくなってたよね。ゆきつさんとかがね。で、グラス掲示板。万国です。<laughs> それとはまた違うのよ。はい、ロさんって読むのかな。初訪問うっちーさん。 どううもありがとうござざいいまますすさんどううもありがとうご,ざいますごゆっくりどうぞちゃんと帰る僕ちゃんと <laughs> ちゃんと帰る僕を褒めてください偉いねえ偉いねちゃんと帰るんだよ家に気をつけて帰ってねなうそうもう2時です気づいたら2時になってたもう1時間を通り過ぎて1時間 10分20分ぐらいやってる <laughs> マロータワカタあるだけって <laughs> そこまでそこまでしなくていいよ大丈夫よデアランさんサトイモさんハゾモンありがとうございますごゆっくりどうぞ十七もランジキ買いに行きたいいやよか俺の代わりにチェキ買ってきてる <laughs> 無理だよ私に言わないで私に言わないで私じゃなくてオタクの方に言いなよ私じゃなくてアイ、はい、スカフェさん2回目の訪問ゼロ式さん初訪問ポーさん初訪問ありがとうございますごゆっくりどうぞ割と嬉しいありがとうよかったよチェキ大行あるん頼めばあるんじゃないかな 誰かが代行してくれるかもほえほえ <laughs> ほえこっちが聞きたいんだが一回のライブで雪地なくなるよねうんそうだねそうだね <laughs> そうだね <laughs> キムパヒカさん初訪問ありがとうございますごゆっくりどうぞ氷 <laughs> 血ストロングを六本飲んでる 飲んでるんだけど褒めてください。飲みすぎです。飲みすぎです。褒めません。飲みすぎです。あの、控えてください。<laughs> なんでさ、みんなさ、お酒飲むのはいいんだけどさ、飲みすぎじゃないみんな。ほんとに。<laughs> 明日に差し支えるよ、みんな。ブ <laughs> ラジャパン、以外 まあ、地域少なくて済むんですけどね <laughs> 確かに言える人おらんえいるよ頑張って勇気出してみそれかツイッターで呼びかけたら誰かが代行してくれるえやりましょうかって心の優しい人が多分リプくれるからさあフォローしてくれたありがとうございます加藤みな加藤みな神吉さんありがとうございますまあそれも楽しみに しとてしとてわ <laughs> かった。<laughs> 初見です。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。<laughs> 友達いない。私もいない。そしたら、私もいないよ。たしけさん、初訪問。しうちさん、初訪問。ちょぱーさん、初訪問。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。 暇だしポイポイしようとありがとうございます星星もポイポイありがとうございます <laughs> <laughs> あずきちさんおずるすごい偉いもと偉いもととりあえず分かった楽しみにしとくねそしたら <laughs> アリーさん初おもんひらめぎしゅん シュンしゅんって読むのかなシュンさん。ジュリンさん。ケンさん、初もありがとうございます。はるかさんも初もありがとうございます。ゆっくりどうぞ。僕もストロング500ミリの。500ミリってな、なにでかいやつロボは褒めてあげないと。褒めてあげないとじゃないのよ。飲みすぎなのよ。飲みすぎなのよ。ダメなのよ。ポップありがとうございます。本当にありがとうございます。 <laughs> 今年一アルコール摂取しちゃったな、気をつけます。<laughs> 気をつけます。あの、気をつけてください。<laughs> まあ、こうさんって読むのかな発音。2回目の方もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。俺はこの配信で3本吸った。うん、吸いすぎかな。<laughs> 吸いすぎかな。<laughs> 最近不利に <laughs>。マジか。 大丈夫ですか？どうしたの？何されたんですか？チョッパーさん何されたの？<laughs> 自分なんか2本 <laughs>。2本って言って。たなちゃんさん、発音もありがとうございます。怒られたのでリバースします。うーん、リバースはリバースでちょっとあれだけど <laughs>。ちょっとあれだけど、うんそうね。 私じゃマイクついてね確かに。小坂さんの声です。古文なの？初知りなんだけど、そうなの？そうなんや。どうですか？どうですか？古文古文になったんですか？どういう気さつで古文になったの？初老です小浪小浪ですしてます。 友達って何ですかあなたは誰ですか私はくしは神宮寺りあいと申すよ。私は次の相談はラインで相談 <laughs> そうね、まあ、そういう人もいるよね。まさきさん初訪問。しゅうせいちかさん、初訪問。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。せらすか大丈夫なのかわかんない。ふゆりちゃんね、どうなんだろうわかりません。 どうなんやろアフリちゃんの音なんだ、うん、って思ったけど違う方かもしれないでかいやつですいいよ飲んでいいよ飲んでじゃない <laughs> すごい初オーンさんがたくさんありがとうございますもちょっと読み上げられなさそうちょっとコメントがコメントがすごいさおやびん 人気ですね親瓶って誰 <laughs> 親瓶って誰メイメイストとかんじゃないのよ。3分って普通ですよ。普通なのわかんないで。でも1時間、1時間ちょっとやってさ、3分ってさ早、早いんじゃないスペース的に。スペースじゃないなんだっけペース的に。吸い過ぎてね、これから4本, <laughs> 4本目数じゃないのよ。あフリリ次のーえっ、ー、と、誰だっけ さんあれなさん,あれなさんいじめられてるんですか大丈夫 <laughs> 大丈夫チョッパーさん大丈夫ガチャーミンガチャーミンさんなんですかねどうなんだろうネタです、ね、ネタかい本人に怒られます <laughs> 言ってみようかとみなさんっていう方があの「ゆうちゃんの子分って言ってたけどどうなの?」って聞いてみよう 嘘ですよ。言わないから安心して。ここにいる人は全員。神宮寺姉さんの声違います。やめてください。神宮寺、姉ね、違うから、やめてよ。やめてよ。違いますよ。地下クラブ、過去狩り。ちくわクラブは過去狩り本当に。長なを飛ばしてから、今日せ 別にさ、ガン飛ばしたつもりはないんだよね。ごめんね。見ちゃっただけなの。<laughs> <laughs> 俺が帰るまでやるいつになったら着くのそしたら。<laughs> 一周すぎて一周。ありがとう <laughs> 一周してくれたのね。ありがとうございますレイクミちおさん、ネタで言ってください。<laughs> ネタで言ってください。<laughs> 言っちゃう言っちゃうのいいの言っちゃって。<laughs> 言っちゃっていいなら言っちゃうかも。<laughs> 言っちゃうかもしれ。ない。この写真の人たちは全然参考に違います。違います。先輩方です。<laughs> あと20分ぐらいのよか20分ぐらい。じゃあ30分になったら終わりにしようかな。<laughs> 20分じゃねえよってね。 見ちゃった。でも一時じゃなくて結構見せた、うん。確かに結構見てた。<laughs> 結構見てたよ。ずっと見とったよ。オーケー、ローラだよー <laughs> ローラだよーローラさんのものマネしとったけど、もうできなくなっちゃったな。申し訳ないの。さすがに申し訳ないね。告知どうぞ。告知するか。告知。次のライブは27日です。27日の バンンジジャャパンの不敵的公演ジャックオブ東京になります神宮寺は足軽ジャパンの枠とバンザジャパンの枠両方出させていただくのでぜひぜひ遊びに来てくださいすごいあれだよ <laughs> 見応えのあるねライブになっておりますしエモエモのエモエモなのでぜひ皆さん 遊びに来れる方はぜひぜひ遊びに来てくださいじゃないと絶対に後悔するので遊びに来てくださいそしてね初訪問さんもねよかったらまずジ,ジャパン少しでも興味持ってくれたら遊びに来てくれたら嬉しいなっていう感じですうん <laughs> っていう感じかなそして 場所は、あの、渋谷のストリームホールというところでやらせていただきます。なので、ぜひ遊びに来てください。そして、えっ、ー、と、その次に出るライブが、えっ、ー、と、30、30日と31日。渋谷。渋谷と、渋谷と渋谷 <laughs> いや、違う。渋谷と、 渋谷と渋谷とあともう一個ああどこか忘れちゃった、うん、忘れちゃったんですけど渋谷、まあ、都内でライブがありますえっ、ー、とバザージャパンと一緒に出るのでよかったら遊びに来てください神宮寺はまあまあ歌ってる気がする <laughs> まあまあ歌ってる気がするのでねよかったら遊びに来て 見ていただけると嬉しいですよろしくお願いしますそして足軽ジャパンのライブは来月の8月の24日海賊フェスというねライブがございますそちらの方に足軽ジャパンは足軽ジャパンとして出させていただくのでそちらの方もぜひ見ていただけたら嬉しいなという感じでございます すべての詳細は、この、アンダーバーあ、アンダーバーじゃない、アットマーク、リアイアンダーバー BJ で調べてもらえると、あの、ライブ、ライブ情報とかね、出てくるので、ぜひ、よかったら、見てみてください。そして、ルームのフォローもぜひ待っております。目指せ、200人。まずは。まずは200人を目指しておるので、 いるのでよかったら200人うんよかったらフォローもお願いしますそんな感じぐちパせ違いますいや30分は中途半端だから46分で2時間だからね <laughs> 46分までやろううーんいやモノマネ得意ならネタにしよう こだあるのだマイケル・ムーアー監督じゃねえよって。島田さんなどやばそうだけど間に合うのかわかんない。今日もなんかすごい。など大変そうだった。大丈夫ですかって聞いたら、うん、大丈夫だよって言いながら声枯らしてたんで、えー、ごめんなさいって思いながら、大丈夫かなって思ってた。そう、会場はジェットストリームじゃなくて渋谷。 ストリームホールです。変換ミスった、ミスったんかい。え <laughs> ちゃんの寝不足失敗だから、あと10分で頑張りたい。頑張れじゃあ、たまにはしにくでお願いします。それは私に言わないで。じゃあ、今日レニーだったしね。渋谷10年に一度行きます。うまく会えばいいな。<laughs> うまく会えばいいな。なんか、七夕とかしてるみなもはるのか、ごまは。違うのよ。 渋谷平和ですよ平和じゃないね、別に。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫じゃない。新宿だってイヤホンしてても22個 <laughs> 確かに、それはそう。<laughs> ぼっとしてて、今に至る <laughs>。今に至るのね。松島さん、ありがとうございます。初見さんですね。松尾もありがとうございます。神宮寺りあいです。よろしくお願いいたします。ごゆっくりどうぞ。もうすぐ終わりますが。おい ほい。ありがとうございます。皆さん大丈夫かうん、大丈夫。生きてるよ。<laughs> 初見さんどうも、どうもって <laughs>。今動画見たけど、どけないなどどど。どの、どの、どの動画、どの動画見たの <laughs> 今来たばっか。そうね。それはそう。それはそうなんですけど、ちょっとそろそろ終わりにしようかなの気持ち。<laughs> そろそろ終わりにしようかなの気持ちだよ。 新宮寺はっ特典のねびっくりした皆さんバーダイジャパンあの知らない方はあの某動画サイト赤いね再生ボタンの動画サイトを開いていただいて アイドルライブジャパンっていうのを調べていただくとあの一番上にでも昨日のやつが出てくるのかな昨日おとといとかのやつが出てくるのかなそちらの方にねバンザイジャパンのあのライブ映像が載っているのでよかったら見,にみ見てみ見てくださいバンザイジャパンのねワンマンライブの映像とかが載っているので よかったら見てみてください。一番最新のが、えっと、5月の22日、横浜ブロンテさんで行われたライブなんですけど、それが一番新しいやつかな、ファンマンライブで言うと。ちなみに神宮寺はいません、その時あの、ちょっととある事情があって、出ることができなかったので、みんなと一緒に、あの、 見てた配信を。と <laughs> いう感じなのでワンマン良かったら見てみてください。その前は1月かな。でも1月めっちゃやらかしてるからな私見てほしくない。見て欲しくない。<laughs> てない <laughs> っていう感じなんでその他のねライブにもねバンデジャパン出させていただいてるのでよかったら見てください。 <coughs> うんうんお疲れ様やでお疲れ様やでもうすぐ終わりにしますごゆっくりどうぞそう終わりにしますダメだあと10分かかるからおつわりでおつありでしたやばいマジでぼけてる途中コメント途中ででしたけどなんでその話したかわからんわからんもかい <laughs> <laughs> アイドルライブジャパンには彼女しかありませんそうね確かにいけない人はすごい いいいかもしれないねねね月月そうだよ、ね、1月だよ、ね、七夕の話してた七夕の話はしてない <laughs> してないやらかしてるけど歌声はいいやろやらかしたところ意外と映ってなくてやんな映ってない方がいいのよ別にお休み結婚しよう結婚はしないけどおやすみって感じ なのでね、それでちょっと気になった方はぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなっていう感じ。そしてルームのフォローとツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。以上、終わりにするんご。<laughs> ボケてるんじゃなくてガチな方だ。え、でも全然七夕の話はしてない。なんか10年に1回渋谷に来るよっていう話をしてたから、それで例えに出したぐらい。 おやすみ、結婚でございます。違います。お疲れ様ありがとう。結婚しよう、結婚はせん。<laughs> 結婚はせん。おつ、お疲れ様でした、お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、わしのこと、あ、そうだよ。<coughs> 待って、喉が。いろきめになってからちゃんと見るようになって。 なんか幸せを感じよかった。った <laughs> ありがとうね。お疲れ様いいえ、ありがとう。気づいてなかった。気づいてなかったんかい。十高分違います。以上、おやす、おやす。うちしてたから夢に出てきた。よかった。<laughs> 何してたか分かんないけど、出てきてよかったわ。おい、大丈夫かうん、大丈夫。大丈夫です。お疲れ、お疲れやいい。 時間どうもありがとうありがとうございました。こちらこそ。ということで、終わりにするよ。ありがとうございました。違うな。なんか、なんか、ライブの締めに入ろうとしとったな、今。<laughs> 寝るときの時きあいしたけど、うん、ありがとうございます。ポキ噛まずに飲んだ。<laughs> 噛まずに飲んでない。だって、ポッキー食べてないもん。も少しでつくんだ。お気をつけて帰って。お大事にありがとうございます。奥さん。 ありがとうございます。こんばんは。もうすぐ、もう終わっちゃうんですけど、そこまでゆっくりしててください。<laughs> ごめんね。来てくれたのに、来てくれて、コメントもしてくれたのに、ありがとうね。好き、ありがとう。やろうもまたので <laughs> それはちょっと違う。昨日渋谷でチラシもらった。あ、そうなのね。ありがとうございます。もらっていただいて。 誰からもらもったんだゆうユーちゃんからもらったのかなあいらちゃんからもらったのかなわ <laughs> かんないけどありがとうございますもらってくれてお疲れ様お疲れ様ですということで終わりにしますね <laughs> 奥さんまたよかったらあの配信見に来てください待ってます <laughs> ということで以上バンザイジャパンの候補生ユニット足軽ジャパンの神奈川県伝道師名のライジングズリアイでした またねおやすみなさーい。